はい、おお、まあ、基本的にテキストアドベンチャーではあるんですけども、はい、実はちょっと今回こだわりとして、キャラクターは 2D なんだけど、その、まあ、これ全部のシーンではないんですけども、はい、こういった 3D 空間とかを意識した空間演出ってところを踏まえつつ、その雰囲気のあるライティングだったりだとか、キャラクターに対しての特殊効果、まあ、アニメの結構やっぱりその最近すごく綺麗なアニメ映像っていうのがやっぱり多いじゃないですか。やっぱそれをじゃあ PS4 とか、まあ、ハードが上がったことによって、ただのアドベンチャーゲームじゃそういった表現って、ゲームの中に落とし込めないのかなみたいな形で、ちょっと表現のチャレンジっていうところをしていますと。なんかこの光っていうか空気感がすごく綺麗ですね。ライティングちゃんと 3D でできてて、グーッと入っていって、なんか異世界に、なんか今この5秒ぐらいの映像見た瞬間に買うわって言ってくれた人もいるぐらい。わかるわかる、この雰囲気。でもなんすかね、回り込む感じありましたよね、2D なのに。あ、だからそうなんですよ。一応これ全マップではないんですけども、はい、3D で作ってるマップも背景もあるし、キャラクターは 2D なんですけども、はい、2D に見えるような演出をしつつ、ちゃんとカメラのカットっていうところを、切り替えて、演出をしていくというような形になっています。で、まあ、こういった探索遊び、まだその、探索遊びとかのバランスもまだ取れてはいないんですけども、はい、こういった遊びの中で、いろんな探し物をしたりだとか、キャラクターとの、会話を、しながら進行していく、まあ、基本的には、キャラクターとの会話が中心で進行していくんですけども、そういった中での単純にもう今回本当世界観のこの新しい、デジモンのちょっとゲームならではの新しい世界観というところの表現で、こういった、空気感っていうところも、演出をさせて、魅力的なドラマっていうところを作り上げていければなと。ワクワクしますね。皆さんどうですか、ね、結構脱出ゲームって思ってる人もいるみたいですね。まあそうですね、まあ、基本的にまあ異世界からどう脱出していくのかっていうドラマが中心ではあって、まあ、脱出ゲームみたいなそういったパズル的な要素はそこまではないんですけども、はい、どちらかというと誰と会ってどんなイベントを見て、その結果バトル、シミュレーションパートのバトルの戦局はどう変化していって、はい、それの分岐でどうマルチに物語が分かれていくのか。その中で先ほどおっしゃったように人が死んでしまったりすることもあったり、そうですね。だから意外と今回ちゃんと伝えなきゃいけないのは、はい、死ぬキャラが何人かいますと、はい、そうですね、選択肢次第で、あ、じゃあ死ない風にすることもできるとか、ね、そうですね。一応ルートとしては大きく分けると、一応現状だと、はい、まあ、3ルートプラスアルファな感じの、はい、ルート分岐になっていて、その中で、誰が生き残るんだろうみたいな形の、ことを、楽しんでもらえたらいいかなと。うわ、ちょっとこれはセーブデータいっぱい作んないとって感じです。そうですね、はい、じゃあそんな感じでちょっと映像の方は一回、ここで切らしてください。はい、わー、でも綺麗だったな映像。はい、基本的に今回世界観の雰囲気を表現するために、実はそのデジモンの表現自体今までね、サイスルとかは 3D で作っていたんですけども、はい、今回実はキャラクターが全部 2D で表現されている、ものになっていますと。めっちゃすごいですね。結構 3D が結構最初のハカメも、そしてリンクスリアライズとかなんか結構同じものばっかになっちゃってるんで、それまあ今回世界観と合わせてこのやっぱ雰囲気の空気感、というところでちょっとそのバトルの方の表現も変えたくって、ちょっと 2D にしています。一応なんか高低差があるマップなんですね。そうですね、まあ、基本的に王道のゲームとしては、王道のシミュレーション RPG ではシミュレーションバトルではあるんですけども、基本的に単性で1ターンの中で、スピードの速い順に、モンスターが、行動していくと。で、当然その相手の攻撃を、スタンさせたりすることによって相手の、はい、封じ込める、相手の行動を封じ込めるとか、そういった形で、おー、進化した、になってます。今実は進化したんですけども、これ実はちゃんと UI も出るんですけど、今ちょっと、はい、まだ開発で見せられないよという形でちょっと進化ボタンみたいなのがで、そういった今、まあ、歩く音すけばどんどんどんって、はい、その通りでございます。結構すげー。で、基本的に進化するごとに、はい、エナジーを消費して、進化を継続すると。だ、普通ずっと進化しているとエナジーを消費して元に戻ってしまうんですけども、はい、ちゃんと敵の弱点についたりだとか、敵にとどめさせたりだとか、あと場合によってはこう、はい、今回大きな特徴として戦闘中に、仲間に話しかけたりとかすることができたりとか、デジモンに話しかけたり、敵モンスターに話しかけたりとかすることができるので、それによってエナジーが回復したりだとか、そういうのはさまざまな要素に入れさせてはいただいています。すげえな。なんか絵作りもなんかいいですよね。そうですね。ミニチュアは結構、まあ、すごい可愛らしい雰囲気を、周りのボケ感というか、はい、
これも、まあ、光がまたすごい綺麗ですよ、ね、そうですね、ありがとうございます。あのじゃあちょっと映像に関しては、そんな感じで一回ちょっと止めさせて1秒でも多く、ね、見たいな、ね、ちょっとここでなんか話をするともうちょっと見たいな。